ないがくなな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 などうも皆さん、いくぼっちです。はい、ちょっとカッコつけた感じでカメラ回して歩いちゃってるけど、口紅の色ムースギン。いや、学校では常時マスクしてるんで、ついリップ忘れちゃうんですよね。今から無色リップで向かうのは、なんとなんと夢の一蘭ザマス、待望ザマス。一蘭初めてだったんですけど、なんとまさかの食券をね、先に買うスタイルなんですね。 It's so good! It's good! 席に着いたらですね、こんな感じのオーダー用紙が置かれていました。ここで味の濃さとか麺の硬さとか選べるんですね。初耳学に認定したいレベルで知らなかったです。いや、マジで誰とも喋らなくていいっていうところが、一人飯プソロプレイヤーとしては至高です。一蘭さんは今回初めましてなので、基本的に全部普通を選びました。あ、麺の硬さだけは肩を選びました。あと追加で煮込み焼き豚皿っていうのを見つけてしまって、美味しそうだったんで注文してみました。店員さんに食券とか渡してる時も、聞いてた通りカウンターからちゃんと顔が出てこないので一切対面しなくていいんですよ。感動に涙がポロポロリ、思い出ポロポロです。で、なんかこの私の担当日の店員さんが慣れた手つきでさっさって卵を置いて、卵って書かれた食券をもうすって取っていくものだから、ちょっとびっくりしましたね。恐ろしく早い食券さばき、俺でなきゃ見逃しちゃうね。で、なんと瓶のコーラも頼んだんですけど、それとは別に水も入れておきました。なんかこう見てもらったらわかんねんけど、初来店で結構緊張しちゃってて、仕切りがあるから大丈夫やろうって余裕かましてたんですけど、もう後ろにも前にも人がいたので、もう結構ドキドキギブアップって感じです。はい、麺がポッポッポポッポポでボデドゥン。注文した品が全部届きました。結構早いご到着でした。見てください、めちゃくちゃ美味しそうで、あちあちですよね。スープがもう黄金色に輝いてます。あとストローもらえるのすごくありがたいですよね。私よくチェーン店とか人からに行くんですけど、ストローのある店はもう信用できるなと勝手に思ってます。私ストローある店大好き。だって他の人の菌とかなんかもう全部全体的に怖いもん。はい、食べようと思ってお箸割ったんですけど、よくよく考えたら紙くくらないと食べにくいんでくくります。では気を取り直していただきます。一口食べたんですけど、頭がん？なんだこれ？となってますね。もう二口食べて、すぐに三口食べたら、はい、やっぱりなんだこれ、言葉を飲み込んじゃうぐらいうますぎ薬局でした。この濃厚な豚骨の出汁がまずグンってきて、少し固めの麺と絡み合って最高でした。麺とスープがお互いを引き締め合ってて、コクに深みが出ています。あとこのチャーシューも油が乗ってるんですけど、ホロホロっとした柔らかい食感でラーメンとベリーマッチョ。この追加で頼んだ煮込み焼き豚皿は、なんかチャーシューより味がガツンと濃いめで好みでした。そもそもラーメンに合わせるために頼んだんで、ラーメンの中に入れて食べてみたんですけど、まあ、ラーメンに合うっていうよりかは、これ単品のおつまみって感じがしました。くぅ、これがまたコーラに合うぜ。俺のコーラは命の水。あと食べ進めていくと、濃厚なラーメンって少し胸焼けしたり飽きたりしてくるんですけど、一蘭のこのネギのピリッとした辛さと赤い秘伝のタレはマイルドな味変になって、ずっと食べてても飽きないですね。で、まあこっから本題で、皆さん大変お待たせいたしました。あの最近ね、私の身に降り注いでいる社会の不平等さにブチギレているお話をしていくんですけど、まずですね、私は今塾に通っているんですね。で、その塾はマンツーマンじゃなくて、こうツーツーマンっていう感じで、先生一人に対して私ともう一人の生徒で受けさせてもらってるんですよ。なんですけど、この私のもう一人の生徒の方がめっちゃ社交性があるというか、陽キャって言葉あんまり嫌いなんで使いたくないんですけど、こうとにかくめっちゃ明るくて、先生とも仲が良くて、ギャルって感じなんですよ。
で、一方私はというと、マジで社交性のかけらもない人見知り人間なんですよ。で、いつも普通に授業を受けてるんですけど、なんかそのハイパー社交的な女の子がこう、え？先生、ここわかんない、どうしよう、え？教えて教えて、え、先生、今日テスト帰ってきたんやけど、今までで一番頑張った、無理みたいな感じで、ずっと休憩中とか授業始まる前も先生に話しかけてて、なのでこう結局授業が始まっても多分私より教えてもらってる割合はその子の方が多そうなんですね。それはとにかく積極的に話しかけているのでしょうがないことではあると思うんですけど、でも同じ授業料をこっちも払ってるわけじゃないですか。先生が悪いとかその子が悪いとかでもない話なんで、もうモヤモヤしちゃうというか、私がガツガツ負けじと質問とかして話しかけれたらいいんですけど、ちょっと性格的に厳しくて。あ、そうそう、ゆで卵もね、注文してたことをようやく思い出したんで割っていきたいと思います。でもこの卵とにかく殻が硬くて割りにくとんび。うちのお母さんがラーメンを作るときに卵を絶対入れてくれるので、それのせいだと思います。私的にはラーメンに卵あると喜びがあるってなるんですよね。あ、で、卵もねトゥルトゥルお肌になったんで塾の先生の話に戻したいんですけど、あと正直なんか恋愛関係みたいな感じで塾講師と生徒のイチャイチャをね至近距離で見せられましても、授業中なんでちゃんとしろよと少し思ってしまうんですよね。私はねもう嫌なんです、好きな人のことを推しとか言って好意を隠す手口。推しと意中の相手は別ですよ、やめませんか。もうやめましょうよ、駆け引きはもったいない。はい、でもまあ恋愛的な好意を持ってるかどうかは私の勝手な憶測でしかないのでわかんないんですけど、まあ、普通に教えるのも上手な先生なんで、なんかこれでもし先生を変更してくださいとか急に申し出ちゃったら、まあ、その先生もちょっとショックを受けちゃったりするのかなとか思っちゃって、なかなか微妙にどうしたらいいのかなという、マジで考えすぎの悩みでした。あと最近、エクボンってなんでいつもジャンクフードばっか食べてるのって質問がよく来るんで答えたいと思います。まあ結論から言うと、私究極の野菜アンチなんですよ。その野菜がまずいとか言うわけじゃなくて、とにかく食べたくないんですよ。もう物心ついた時からトマトとか嫌いで、お母さんにエクボン野菜食べなさいって言われても、もうガレージ飛び出して小さい川の向こうに行くぐらい拒否反応が出てたんですよ。私野菜大嫌い、だって栄養あるもん。はい、もうあっという間にごちそうさんしたみたいですね。ハイパーに美味しかったです。よし、みんなこの春という季節、新学期新生活だったりで忙しい人も多いと思うんですけど、みんな一人じゃないって思ってくれたら嬉しいです。環境が変わらなくてもしんどい人とかも多いと思うんですけど、今はとにかく春だけ春だけ乗り切ってみよう。いいことだけいいことだけ思い出せ、いいことだけいいことだけ思い出せ、その先のことはその先で春を乗り切った後考えましょうね。ではでは、ファイチン。